大勢さん、まず気になるのが怪我ですけども、はい、左の鎖骨です、うん、でちょっと治療とか、はい、練習の具合でいうとどれぐらいできましたか？そうですね、11月の8日に手術して、はい、でその1週間後に退院して、そこから練習始めたんで、だいたい1ヶ月ちょっとは練習はできてます。でヤングクラスに、まあ、決まっていたし、はい、ここにしっかり会えばと。そうですね、そこに向けてもう退院してすぐに練習を始めました。まあ、手紙は強い方かなというふうに完全に思ってたんですけど、はい、そうですね、ここ来る前までの練習では、うん、岐阜の時より戻ってる自信がありますね。ちょっと関東勢が5人いて、はい、まあ、前提の段階でみんな話はされて、はい、坂井さんと連携。そうですね、陽の番手でやらせてもらいます。そこはどういう一番の狙いというか。そうです、他がやっぱりラインを組んでくる以上、やっぱ自分たちもみんな短期でやってしまうと、そのライン待ちのレースになってしまうんで、だったらラインを作ってレースを動かした方が流れが自分その2人にもチャンスがあるかなっていうんで、森田と黒沢さんが組むっていうのを聞いて、で他の3人で話して、で優也あまり後ろの人の後ろはっていうので、自分と陽が組むことになりました。酒井さんのよく練習の強さ、はい、突き抜けて強いみたいに聞きますけど。そうですね、もう練習でやってる力が出ればもう確実に前まではいけると思うんで、もうそこを信頼してヨウと2人でワンツー狙いたいですね。あの一時集中して、はい、優勝を掴んで、はい、頑張ります。ありがとうございました。